私 1D みたいな新潟に私と高見菜さんでちょっと前に新潟を訪れさせてもらったんですよ。その NGT48 ができるっていうので、市長さんとか、そう表敬訪問を、県庁さんとかにさせてもらった時に本当にね、市役所とかにめちゃくちゃ人が集まってくれて、私 1D みたいな。すげえじゃん。ほんまにそれすげえじゃん。なんか日本じゃないみたいなぐらいの、こう、海外のスターが来たみたいな感じで歓迎してくれて、で、もうその土地の暑さをすごい感じたんですよ。で、その、いろいろ挨拶している時も、やっぱりこう NGT48 を通して、こう、新潟がやっぱ盛り上がってほしいし、その、ねぎっこさんっていうアイドルの、私たちのアイドル、先輩がいらっしゃるから、その、方たちがやっぱ新潟をすごく今盛り上げてらっしゃるんですよ。だからその人たちとなんかこうなんだろう、力合わせて、そう力合わせて新潟を盛り上げてほしいみたいなことをすごく熱く言ってくださってたから、あ、この NGT はすごいグループになるんじゃないかなっていう予感がしてたんですよ。でその発表やったから、りえちゃんがそれを作ってくれるんやなって思って、私はすごいなんか嬉しかったですね。そうですよね。私はまだその新潟の話がをしてから新潟には行ってないんですけれども、何回かライブだったり、ロケだったり、あとプライベートでも新潟には行ったことがあって、本当に新潟県ってすごくいい思い出しかないんですよ。それ全部本当に楽しかったので、だからすごい新潟県に対していい、なんていうのかな、新潟県に対してもうその出身とかではないけど、ちょっと愛を、これからどんどん持てる気がするし、持てる自信があるので、すごい新潟を第二の故郷にできるように、自分の中の頑張っていきたいなって思ってます。だから本当に新潟の皆さんのと一緒になって新潟県、そして日本海側を盛り上げていけたらなと思っているんですよね。そうですよね。はい。ご視聴ありがとうございました。気に入ってもらえたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。